キラキラ輝く姫、姫星星々。や e a h 皆さん、こんにちは、みーです。はい。なんか今、すんごい自分がちょっと怖かったぐらい、なんか、やばい、バカさを発揮したのが <laughs>、じわじわ来ますが、本日は、 こちらでございます。ちょっと今絡まっております。すいません、少々お待ちください。はい、セブンヘルツオーロラです。はーい、こちらをレビューしていきたいと思います。ひもじいです。やっせがまん、やっせがまん、やっせがまん。今日のひもじいは大変だぞ。ま、僕が普通の人は。 倒れて運ばれている状態でもこうやって取って頑張っていることで病気に苦しんでいる人が私も負けないぞってなってくれることを期待してやっているんです私が <laughs> 無知でバシンバシンって自分でね限,限界設定しちゃダメですよ <laughs> はい限界超えていこうはい大谷君のようにはいえヘルツオーロラ リンソウルさんからの提供ですありがとうございます、えー、こちら、セブンヘルツのフラッグシップですだってもうもうこのクオリティ感半端ないもん、うん、もうこのケーブルすらもわかるもんぶっといです、うん、すごいもんフラ,フラッグシップですそして変態ですうん。 こちら1 2ミリ大口径ダイナミックドライバーに2つのバランスドアーマチュアドライバーに6ミリの超広域用平面駆動ドライバーが12のダイナミックドライバー、平面駆動ドライバー2つの BA っていう変態構成、どこもやってない変態構成なんですけどで、このシェルはね、医療用 UV レジンを使った 3D プリントで フェースプレートはチタンフィラメントで構成されております。はい。で、金メッキシングルクリスタル銅ケーブルで、で、0.78ミ、mm、リの2ピン、で、3.5ミ、mm、リシングルエンドと4.4ミリバランス、ここを抜けば変えられるようになってます。2.5はないです。で、まあ、先ほど言いましたが、7Hz のフラッグシップだと思います。価格的にはい。で、えーっと、 準備やらんね今日僕おかしいですからねでもちゃんと今日準備してるカットしないですからね何、うん、かやるかしても <laughs> 4 4ミリバランスでヒディス XO でいつも通り iPadPro12.9M1 でまあね M3 の13インチ iPadPro を買ってまあ物議を醸し出しておりますがえ何まあきっとふぞうく君からは裏切り者って言われてるんですが<ー>まあそれもね プロの使命ななんででしょうがないですねみんなから言われちゃうとちょっとこれ待って自分のポジションがこれあでねこれですねあの豪華設備なんですがイヤピが2種類あるのでみやびにイヤピをまず決めてもらいますはい開けるとこうなっておりましておしゃなイヤホンケースーこれちょっと取り出しにくいんで箱の箱のシステムが。 変えた方がいいいたがと思いますけどブンヘル <laughs> これ取り出しにくいんですけどこういうねもう宝石箱みたいなやつにパコンって,っていいね白で綺麗でイヤピが2種類イヤピが2種類ここに入ってます、えー、と普通のシリコンのタイプで丸い、えー、と穴のん長い細いやつと,、えー、と結構ウエッティーな透明なこれ音変わりますんで このケースタイプいいね。まず、普通のシリコンタイプから聞いていただいて。イヤピを決めていきます。アップルミュージカル、アップル AC でいきます。どうしよっかな。マイユニバースだと決めにくいんだよな。それはある。ラブシックがあるうん。やもやいこう、落はい どちらでこちらで。あらでしょ耳、最初の方のがね、低音すごいんですよ。てる。で、こっち結構低音減って、中高,中高域系なんで。うん、あれこの人、え、男できたあた、え <laughs> 子供できたえ趣味変わってるやん。<laughs> 私成長してるんです、おかげさまで。高級な音に慣れちゃったのね。高級な女だから。はい。じゃあ、えー、っと、平べっ い方の透明なイヤピ赤い、赤軸のイヤピの方にしました。みやびは。こっち、後でも言いますけど、低音出ないっす。みやびが本当はダメな方の音なんですけど、びっくりしました。えー、それではいつも通り、アップルミュージックアップル AC ファイルで聴いていきましょう。ブラックピンクさんでラブシ e Ski g うん。なんか、この、 ボーカルが、ボーカルの軸がすごい太くしっかりしてて、なんかこう、なんだろう、くっきりはっきりって感じなんだけど、なんか結構私好きかもって思えるから、同じタイプ耳の人は、なんかこの音がすごい上質サウンドって思えるんじゃないかなって思う。 でもなんか弾いとか掴みやすいし、こういう女性ボーカルな、なんか尖った音系はすごいね、合うなって思う。はい。えー、だ大さんです。スタンバイミン、スタンバイユー。うん。うん、うん。空間も広くて、細かい音も聞こえやすくてで、定期のね、ちょっとしたアクセントのスパイスもいいし、 結構、ボーカル沼って感じの印象。はい。ワニマさんでともに。いや、バンドとかには絶対に合うと思う。このくらいの迫力度合いすごくいいもん。なんかこう、しつこくないから、ずっと聴いてられそうな迫力度合いで、上質サウンドっていう感じ。 「はい、EDM ノートでダンスミュージック」うん、うん、やっぱそれ EDM に通しても分かるけどやっぱこれでもやっぱそういう音を集めな低音は楽しめるし中高域が合わせた感じのこの空間の広さ。 急にファーって広がる感じめっちゃいいはい菅田将暉さ,さんで間違い探しうんいや結構聞きやすい本当にめちゃめちゃバランスがいいと思う男性ボーカルもこれバラード系とかも なんか、まったりしすぎないから、いいアクセント聞いてるからこそ、なんかこうなんていうのこうリラックスして聞く気じゃないから、音的には。なんかこう眠くならないで、なんか仕事しながらとか、まったりは聞けると思う。はい。ホワイトスネークさんです。t r i of the Nights。は、ハードロック好きは絶対に、 いいってなりそうなぐらいのギターのキュイーンっていう尖り具合。私も好きかも。このぐらいだったら。余韻の感じもいいし。はい。うん、打ち込み系も、この変なこの雑音がないのもいいし。 そののままの音が楽しめる感じはいサマーウォーカーさんで「カルマ」うん私これを通して聴くなったら女性ボーカル中心のものがいいなこれもすごいこの曲とイヤホンの相性いいと思うしはいアニタ・ベーカーさんで「ユーブリング・メジョイ」 うーん、ピアノ綺麗。いいアタック感とキラキラ感があって、ボーカルとオケのボリューム感もすごくいいし、音が前に前に出てる感じと厚み感がとても好き。はい。スリーハウスさんでドリッピン <laughs> う。ふわーって広がってく感じ。いいね。 今時リミックスも完璧はい「ゴールドプレイ BTS」で前読みますおおまとまり感厚み音がクワって一段階上がる感じ出だしからボンってくるからいいわライブ感はいはい感想をどうぞ え、すごく良かった。私すごい好きってなる音で。<の>なんか。成長されたのね、あなた。こう、本当になんか、ボーカルが、ストレートに、ドーンってくる感じ。トーンって。それがすごいなんか快感な感じがして、なんかずーっと気、なんかこう、 サウンド的にはさ、激しめの音が結構あるしさ、中高いキって感じだから、うん、なんかちょ,ちょっとくっきりはっきり感があるから、うん、リラックスして弾けるような感じではないんだけど、ずっと聴いていたくなるような、ほんと上質サウンドってところがあったから、うん、なんかそれがもうすでに、なんだろう、沼の一歩みたいな感じが、うん、あったよ。それでは、高級フラッグシップなので、 え聞いたら、相性良かったので。リアケーブル二ピンにして、聞いていただきましょう。<ー>まず、ざっとブラックピンクじゃんじゃんってやって、最後やりますんで、ね。ブラックピンクじゃんじゃん。しばしお待ちよじゃんじゃん。待てな。まだ。じゃんじゃん。カ、ま、ンカン。カンカン、トイレでやられると、プレッシャーかかるやつ。<laughs> それ、すごいだよね。その時、<laughs> ドーンドーンって返す。 はい。行きましたはい。じゃあちょっと、リアケーブルに2ピンに変えて、ざっと聞いていきます。ラブシックがあるかな。うん、うん、うん、んうん。ほーうわ、なんか、へー、変わる。はい。 おー、はい。んー、はい。トリッピン。ほー。あ。おー 変わるわーおーいいねここはいユーブリングミ e j o イおはいマイユニバースうんはいで アアリアナグランデさんでジャストルックアップお<ー>ああ綺麗。はいはい感想をどうぞ。 なんかこう、K-POP とか、キャッチーな曲って言うんですかそういう曲になると、まあ、ちょっとピッチが上がって感じるぐらい、なんかこの走りが、なんかめっちゃ、なんかストレートに感じられるから、なんかテンポが上がったのピッチ上がったーって思えるような感覚になるぐらい、音を拾い、拾ってるから、なんか感覚が、 なんか新しい感覚だった、うん、えなんか音変えたみたいな、うん、感じぐらいその元ある曲がガラッと変わる感じかな、うん、でめっちゃ相性はいいもちろんちゃんとね、うん、ちゃんとしたやつはケーブルの違い分かりやすいですからねうん、うん、というわけで、はい、そんな感じですかですじゃあ僕のターンでいってきますまずですね 僕は、ビが気に入って、今、ぐしゃぐしゃにしているこのイヤピじゃなくて、<laughs> 平べったい、あれ、逆になってる <laughs>。平べったい雅じゃなくて、標準のシリコンタイプのサラサラした方ので、レビューをします。えーはい、高域はですね、もうカリッと高質な広域で、もう BA らしい広域で、さらに超高域に平面駆動があるので、高域はすごいです。うん、で、まあ、ドライ系です。 感触よりですね。で、解像度が抜群に高くて、もう細かなシンバルの音もしっかりつかめるし、シンバルの金属音はもうとてもリッチな金属の響きと余韻で、シンバルを気持ちよく鳴らしてきます。で、広域の空間も広いです。で、ミッド中域は、ボーカルが前に出てきて、ドライ系のボーカルで、リップ音とかブレスも自然に感じられて、 解像度もこれも高いんで、薄いダブルトラックやコーラスも自然につかめます。で、オケとボーカルの分離もとても良くて、オケがボーカルの周りを抜群のグラデーションを持って展開します。で、定位もとても素晴らしく、細かい各楽器の音の位置関係がよくわかります。で、ローテ域は、えー、っと、が選ばなかった方の、えー、っと、サラサラのシリコンのイヤピだと、もう1 2ミリの大口径ダイナミックドライバーのおかげで、 もう十分な低域でサブベースも良くて、<laughs> 重さや厚みも良くて、重低音もきっちりと出してきて、ビートの厚み、切れアタック感ともに良い,いですで。ベースラインもバスドラムやビートと混ざることなくきちんと分離して、疾走感もあってとても掴みやすかったです。で、オンバン上はもう上下左右に広いです。で、空間は、 豊かで上質な厚みのある低域に下を支えられながら中高域が全方位360度外側へ向かって広がって伸びていく空間になっています。で、簡単にまとめると、基本どんしゃり傾向のドライ系サウンドなんですが、あのー、低域はウエットです。ウォームよりです。中高域がドライで完食よりです。で、あのー、 音場、音上、空間ともにとても広くて定位がいいので、もう各音の位置もつかめるし、解像度もとても高くて、リスニングだけでなく、これイヤモニとしても使えるなぁというレベルの上質で高級なサウンドに仕上がっております。で、えぇ、ー、みやびが選んだウエットな透明で角張ったイヤピに変更すると、定域が減ってフラット目になって、 中高域が目立つ、特にボーカルが目立つバランスに変わります。はい。で、低域が出すぎてる音が嫌な人フラット系が好きな人はこっちのイヤピにした方がいいと思います。2種類の音が楽しめます。で、EDM 系はもうそうですね。あの、ビが選ばなかった方のイヤピだともうズドンズドン来るんで、んそれを楽しみたい方は さらさらの丸いシリコン系のイヤピンにしていただいて EDM 系はもう重くて厚い重低音ビートにドライ感触系の中高域がもう効果音とかシンセサウンドで空間広く展開して、まあ、最高の EDM やダンス曲を楽しめますもうハードルックやメタルはもう中高域がすごいので歪んでうなるギターサウンドに響きうなって うなって響き渡るギターハーモニクス。まあ、みやびが言ってましたよね。ホワイトスネークの時に。で、シャウトするボーカルの迫力と音の厚み。で、深くて重い厚みのある低域で、もう迫力のあるハードロックやメタルを存分に楽しめます。で、R&B やバラードはもう男女共にボーカルのツヤと伸びが良くて、ボーカルが全面に出てきて、ピアノの音の厚み、アタック感、あとキレも良くて、 音場音上の空間も広いので、まあ、上質で細かな音まで聞いてくる、響いてくる R&B やバラードを満喫できます。まあ、解像度高いんで、うんあの、寝るんじゃなくて、ちゃんと聴くって感じですね。うん、で、まあ、リアケーブルに交換すると、荒っぽさが一切消えて、まあ、角が取れて、 聞きやすい音にはなりますが解像度上がるので、あのー、細かい音とかもまたよりつかめるようになりますが、えー、標準のケーブル、付属のケーブルよりも、ジェントルにしたい人はリアケーブルか紐ケーブルにするといいと思います。で、<laughs> まとめていくと、まあ、7Hz のフラッグシップにふさわしいサウンドで、 通常イヤピだとドンシャリ系の迫力サウンドなんですが低音ズンズン来て解像度も高くてドライ系の音でもう豊かな低域からドライで解像度の高い中高域の組み合わせでさらに6ミリの超高域用平面駆動ドライバーのおかげもあって高域の表現もとても素晴らしいですで有名メーカーの、まあ、20万円クラスのサウンドを出していると思いましたでジャズやクラシックとも相性良くて ステージ上でのイヤモニとしても使っていいなと思わせる能力を持っていますと。で、なのでウォーム系、一応か、あのー、フラット系が好きな人にはお勧めしません。基本、ドンシェリなセッティングなんで。まあ、刺さることは一切ないですが。というわけで、フラッグシップというわけで、みやびさんが気になっている価格ですね。はい。はいえー、マジで安くないっすよ。中華としてはね。<laughs> えー、セブンヘルツ、オーロラ、アマゾン o n で64,980円です。まあちょっと思ったよりあったかな。うん。高いっすよ。さすがにこの、うん、あ今回は足んなかった。この構成は高いっすよ。だよね、うん。俺一応ヒントで20万クラスと同じって言ってますからね。うん、他のメーカーのー、うん。なので、聞いていきましょう。はい。セブンヘルツ、オーロラ、 アマゾンで六万四千ギガジレンです。みやじさんは買いますか、買いませんか。買いまーす。<れ>買いた方いですと思ったぐらいの。でも引き分けになると思ったの。あの。うん、まあ、ちょっと一瞬値段があるんだけど、いや、でも、ここまでの音のクオリティと。まあ、ビルドクオリティ感も、まあ、全部込み込みで考えたプラス、なんか。 ありそうでないじゃんこの音ってところが結構ポイントかなって思った、うんまあ、このドライバー構成が存在しないからね、うん、言ってたもんね、うん、あとそれとそう僕が心配だったんです今回3年にして初の引き上げになると結構思ってて、うん、要は中高域感触系で<ー>しかも値段が高いってなるとこの人厳しい判定になるのに、まあ、まさかのカリカリの方を 選んだよ、ね。でも、音が、なんか、そっちにやっぱ行ったのかなぐらい育。育っちゃったのね。うん。いや、このぐらいの中高域感、最近ないと、うん。結構、突き抜けしてクリアで、うん、嫌な中高域じゃないんだよ。そう,そうなの。嫌な、雅は嫌だったら、うわーって言うんだよ。うん。雅が耐えられる美しい中高域です。うん。うん、はい。美って感じです。でも、定域出てるんだよ。そうなの。だ結構、EDM の時とかも、耳にドーンってくるぐらいの、 このイヤピでも来るから振動がすごかった。今までのやつは、感 <laughs> 触系はフラットで低域なくて中高域がもうキラキラカリカリしててすごいのはいっぱいあるんだけど、これ低域もズドンってくるんですよ。うんうん、なのでドンシャリって言ってるんですけど。なるほどね。はい、では日、日もじ 7Hz のオーロラ、こちら売りますか売りませんか売りまーせん これもリケーブルでね、より良い音に変身するし、まあ、そのままのケーブルでもね、ぶっとくてすごいいい音するんで、うん、リケーブルで楽しめるし、まあ、サブベースも最高なウォームな低域に、ドライ系の解像度と空間が広くて低位もいい中高域が、破綻なくきちんとまとまって、こんだけのバラッバラの12ミリダイナミックドライバー、えー、2つのバランスドアーマチュア、 えー、一つの平面駆動ドライバーっていうのをうまく一つにちゃんとまとまってつながっているサウンドでまあフラッグシップにふさわしようとしてるからですで64,980円という価格は安いと高いですけどうん、うん、まあ他と比べるとまあ20万相当でしょ、うん、安いと思えるからです、うん、で有名本当有名通常メーカーがこのイヤホン出したらもう普通に20万超えてくると思うから、うん この6万円台は安いんじゃないですかねうん、うん、って思います、はい、というわけでちょっと自分へのご褒美とかいろいろなあれで高級なものを行ってみたいけど20万とか30万のイヤホンはいけませんっていう人はこの6万4,980円にチャレンジしてみるのもありかなと思いますので、はい、え僕の心配を超えましてまたリンソールさん連勝しております。 素晴らしい。素晴らしいっすですね。このケーブルマジでさ、このケーブル美しいし、ぶっといっすよ。すごいよね、本当に。今、ケーブルに今回感動してるもん。そうなんです。で、4.4と3.5。付け替えられますから、ね。うん、両方楽しめるんで。まあ、気になる方はちょっとチェックしてみてください。1円でも安く買いたい人は、えっ、ー、と、リンソールさんとかのアリエクの公式ショップを見ていただければと。 思います。というわけで、ニンソールさんありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、私はどうないします。よいしょ。はい。いやー、今回もね、すごいね、めちゃめちゃいい製品をね、音楽をね、聴けたなと思うので、これもね、ぜひ皆さんにはね、聴いてもらえたらいいなと思います。ぜひチェックしてみてください。では、今日も終わりまーす。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、登録お願いします。じゃあねー。